中秋どうするかよ。野球のそういえばだいぶきついよ。一番対策してたでしょ、やっぱり一番対策できたと思う。で自分で言うのもおこがましいけど、一番できた。まだ旧材一軒で氷頼むとメニューとかコンビニで氷とかで もうあれだわ。だからそうお金ケチってったりとかすると本当に危ないから。木さんも木み学ぶ木み学さん、入る。関係ないかな、相手とかレベルとか。バッティングはさすがにその何気あれ何気、まあ、相手ピッチャーあれだけど、走塁と守備はそういうところでちゃんとやってないと。それ以外のところでできないから。いや、めっちゃ美脚だった。あんなパンツ履いて自転車普通乗ります。なあ、さすがに。確かにここだった。
うん。